と書いていたので誤解してますけど、地図に書いてあるガイドではないです。が3メモリなくなって、あとのここに2つメモリだね。まだ上に行けなさそうだね。水門みたいなところの手前に下に降りる階段があるんだよね。そこで水面の下を覗けるようなガラスがあって3面ぐらいあるのかな。そこから泳いでる魚とか見れるんだよね。埼玉用水路、武蔵用水路、峰間大用水路に分かれるとこですね。向こう行くと群馬県です。懐かしいね。あっちに水門あるんだけど、それの右手の利根川、ここでウィンドサーフィンよくやってたよな。ウィンドサーフィンが今までで一番熱中してやった趣味かな。この辺すごいな。
完全にやってないよね、これは。素晴らしい廃墟だね。水上スキーやったよね。やっぱ7足は疲れるね。いいね、この辺も。まあ、ただね、日を遮るものが、もうあの利根川とか荒川とか大きいサイクリング道路は全く日を遮るものがないから。熱中症さえ気をつければいいんじゃないかなとは思いますけど、どん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 山が近づいてくるんだよね。やっぱ20インチあると楽だよね。いつも16インチで走ってるから。超えるとこの E の C4 についてるサドルはお尻が痛くなるね、決まって。ハリークイーンについてるやつは10キロか15キロぐらいでお尻痛くなってたけど、まあそれは交換して肉厚のゲル入りのやつでバネもついてるやつにしたら50キロぐらいは痛くならなかったよね。ガードレールだけが、まあ、新しい。懐かしいね。あの水門を渡って向こうに行ってみようかな。その辺でね、ウィンドサーフィンやってたからね。ここはね、夏場は風吹かないんだよね。夏場は風吹かないから、風吹くとこっていうと、落とす子とか、まあ、伊豆とかだよね。あと、三浦かな。でも大体ね、夏場風吹くのってサーマルで、すごい、昼間熱、暑く熱せられて、夕方に涼しくなってサーマルが吹くっていうんで、大体ね、駐車場が終わりぐらいの時に吹き出すんだよね。だから駐車場5時に終わるってなると結局できないみたいなのがありましたけど、ここなんかは駐車場とか全然気にしないでいいからね。だけど夏場は吹かない。で、じゃあいつ吹くんだって言って、冬だね、冬、寒い時。赤城山からの木枯らし、赤城おろしっていうのがすごい吹くんですよ。だからまあ本当にやりたい時は冬にドライスーツって服の上に着ても濡れないやつ着てやってましたよね。懐かしいな。もうあれから35年とか経ってんだね。こっから行けたんだけど行けなくなってるね、杭が打ってあって。ああ、そこなんかグライダーの滑空場でウィンドサーフィンとか進入禁止になってんだね。